トゥンというグループを愛しているからこそ、一体となって一緒にこの充電期間も戦っていけたらなと思います。本当に強くなりたいし、最高に熱いチームを目指す。ギリギリでいつも生きていたいから、何ができるかしっかりと探して、成長するために戦い続けます。みんな気持ち一つになって、熱くやりたいんですよ。関係なしで、まずガチでやってください。全力でいくぞ。みんな一つジャニーズに入って18年、メンバーの団体、決して楽とは言えない茨の道を通ってきた上田だからこそ、仲間の大切さを教えたかったのだ。僕のことしか考えてない。グループってそういうものだと、もう一心同体だって、戦友みたいになってくる。中丸と亀梨の応援の方もよろしくお願いします。僕たちが頑張れるのって、やっぱファンの方、そこを裏切るわけにはいかないなと思って、やっぱ自分らはでかいカトゥーンを見せていきたい。そしてまた大きくなって戻ってくる。有言実行だ。